婦人民宿クラブ主衣所、宮本百合子。これまで、私たち日本の女性は、なんとちりぢり、バラバラな暮らし方をしてきたことでしょう。戦争の間、官製の婦人団体は、戦争目的を遂げるために、強い力を発揮してあらゆる婦人を各方面へ動員しました。農村で、工場で、婦人は男子に勝るとも劣らぬ国の力で女子として、我が身を尽くして働かされました。けれども、その動力となって軍事目的に協力したこれらの婦人団体は、終戦後の今日、破壊された食料事情、混乱している経済事情によって日本の婦人が日夜命状しがたい困難を受けているにあたって、どのような実際の助力を計画しているでしょうか。戦時中婦人を駆り立てて戦力の一部とした全ての婦人団体は、もっともその責任を明らかにしなければならない今、膨大な数に達する婦人の離職者、家父、戦災孤児などの不幸な生存の危機を救う、どんな誠意も実力も失っております。新聞は、大都市における婦女子の犯罪が日増しに増大しつつあることを警告しています。私たち日本の婦人は、これらすべての軍事を決して他人事として感じておりません。新しい日本が、より人間らしい世界正義の道に立って進んでいくために、苦難を経験しつつある日本婦人の社会的成長の一つの目標として婦人参政権も認められたとき、私たちは、これからこそ、重苦しい過去の絆を振り払って、死よという人に満ち、女らしい里さに満ちて、明日の明るい日本を建設するために助け合わなければなりません。物を言う家畜のように群れをなして追い立てられ、疲れ果てた体と心とを休めるためには、小さい屋根の下の灯火と一つの炉端しか持たなかったこれまでの生活は、日本の婦人にとってあまり惨めではなかったでしょうか。私たちは、婦人の生活上の力量がこの社会のより幸福な組み立てのために、どれほど重大な価値を持っているかを自覚しなければなりません。その自覚に立って、社会全体の向上という広い見地から婦人共通の福祉のために配慮し、協働し、それを実現していかなければなりません。民主的な社会の建設ということの実態はここにこそあると思われます。精神におても肉体におても、一人一人の日本婦人のうちに隠されている能力の、最大の可能が導き出されなければなりません。生きることを心から愛する私たち日本の婦人、努力を惜しまず、平和と幸福との社会的な保障を熱望する私たち日本婦人は、率直にそれらの心情を吐露しながら、世界の歩みとともに自分たちの実力を高め、希望を実現してゆく方法を学び、その忍耐強さに最後の輝きを添える社会的な積極性を身につけようと願っております。婦人民主クラブは、そういう希望の婦人たちの集まりとして創立されます。最初の発端は数人の間でまとめられたにしろこれは日本全国のすべての婦人たちのものです。日本全国のすべての婦人が、その苦痛の解決のために、希望の具体化のために、喜ばしい処世化をともどもに楽しむために、症状と運営してゆくべき組織の一つです。括弧として、正しく明るく、そしてぬくいこの社会の世論の一つの源泉ともなりたいものです。婦人民主クラブは果たしない未来をもって、
幾千万の日本婦人の善意の海の上に船でいたします。